田中圭司選手です。まずはお疲れ様でした。シニアのグランプリシリーズデビュー戦ということになりましたが、どうだったですか？そうですね、やっぱりもう出し切れなかったショートだと思いますね。少しどうでしょう、精神的に難しさはありましたか？そうですね、いやリラックスしてた方なんですけど、本番になってちょっと締め切れないとこあったと思いますね。ただフリーも合わせてデビュー戦だと思います。明日はどんな演技を見せたいですか？そうですね、今できることすべて出し切りたいです。明日も頑張ってください。ありがとうございました。